皆さんこんにちは。発掘された日本列島2015展では新発見考古速報としまして、旧石器時代から近代までの19遺跡を展示しております。その中から今回は岡山県美作市庄王町の神谷遺跡梶屋迫古墳群についてご紹介いたします。この遺跡は非常にユニークな特徴を持っております。この中国地方の鉄殺原料を利用した鍛冶をですね、鉄の鍛冶ですね、鉄生産をしてバグ、鉄製のバグなんかを作っている人集団の集落と、その人たちが埋葬されたお墓、古墳群がセットで発見されております。で、なかなかバグを作っている集落っていうのは非常に貴重な発見でございまして、それと、製鉄ですね、鉄を作ってバグを作るというそういう営みをしている人、専門的にそういうことをやっている人たちの集落であるということです。で、今回展示品の目玉といたしまして、梶屋迫古墳群の方から陶製の棺桶ですね、陶棺と言っておりますが、埴輪と同じように粘土で大きな造形を作りまして、それを窯で焼いた棺桶でございます。で、これはまるでカプセルみたいに蓋が開いてその中に入るというものなんですけれども、石室の中にこの陶製の棺桶が設置されていたということです。近畿地方から中国地方にかけてこういった陶製の棺桶というのは、よく使われるわけでございますが、東日本などでは非常に珍しいといいますか、こういうものは見ないので、これは岡山の遺跡でございますので、よく出土する地域ではあるんですけども、今回展示品として目玉として展示をしております。この陶製の棺桶、非常に大きいものですので、真ん中2つで分けて、2つに切り分けて作っております。で、それ2つ合わせて一体の棺桶とするというものです。とてもユニークな形をしておりまして、足もついてるんですね。まるで豚の尻尾みたいにこう突起がいっぱいついてまして、とてもこうユニークな面白い棺桶です。ぜひご覧いただきたいと思います。